カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州メトロ・バンクーバー、バーナビー・バーナビーの円形メトロタウン地区の街並みメトロポリスアットメトロタウンディア湖公園から見た景色バーナビーはカナダのブリティッシュ・コロンビア州南西部に位置する都市。メトロ・バンクーバーに属し、その行政府が置かれている。西はバンクーバーと接しており、人口規模は バンクーバーとサレーに続く州内第3位で2016年時点では23万2755人。多くの高層コンドミニアムが立ち並んでいる。1892年に設立され、100年後の1992年に市政が敷かれた。設立から最初の30から40年はバンクーバーとニューウストミンスターの中間に位置する都市として発展した。 当初は農業が産業基盤であったが、1985年にスカイトレインが開通して交通網が整備され、ノースバンクーバーやリッチモンドと同様にバンクーバー郊外のベッドタウンを形成するようになった。メトロタウン駅はスカイトレインの中で2番目に利用客が多い駅となっており、駅周辺には高層コンドミニアムが建設され、州内最大のショッピングモールである。 メトロポリスアットメトロタウンがある。バラード入りへとフレーザー川と接しており、市内で最も高い地点はバーナビー山の370メートルで、サイモン・フレーザー大学のメインキャンパスがある。市内中央にはバーナビー湖やディア湖があり、周辺が公園となっている。西部をバンクーバー、南東部をニューウエストミンスター、東部がポートムーディとコキットラムに隣接している。 バーナビーのスカイラインサイモン・フレーザー大学のあるバーナビー山の標高365メートル地点の観測データによると年間降水量は2009.9ミリメートルとかなり多く降雪量は89.3センチメートルに達しバンクーバーの2倍以上である市内でも標高が下がるほど温暖となり雪よりも雨の割合が多くなる 2016年センサスによる人口は23万2755人であり、メトロバンクーバー内ではバンクーバー、サレーに次いで3番目の都市である。全人口の内白人は34.6%と少数派で、有色人種の割合が63.6%に達する。特に中国系移民が多く全体の33.9%となっている。 フィリピン系、インドパキスタン系や韓国系住民も多い。日系人は3655人で全体の1.6%となっている。市内北部には多くのイタリア系レストランが立ち並び、メトロタウンの南部周辺にある高層コンドミニアムのタワーには台湾、香港、マカオからの移民を含めた中華系と韓国系、旧ユー,ーゴスラビア系が多く住んでいるとされる。 中華系移民が多いために、住民の母語は、英語が4割程度で中国語と関東語が、それぞれ12から14%と多くなっている。ブレントウッドタウンセンター駅付近トランスリンクが、市内交通を担っており、市内バスとスカイトレインが2路線走っている。ベッドタウンとして発展した、バーナビーであるが、近年はハイテクエレクロロニクス産業の拠点となっており、 複数の企業の拠点や研究機関が置かれている。バラードパワーシステムズや D ・ウェーブシステムズ等の本社が置かれている。また、ブリッジスタジオという世界的に著名な映画スタジオもある、東映画産業が盛んである。サイモン・フレイザー大学以下の2つの大規模な大学の拠点が置かれている。ディアコ市内にはバーナビー湖やディアコなど多くの公園や湖。 そしてゴルフ場が点在している。国外国内。ありがとうございます。